ず、グランパス8の旗が揺れます。ボールを上げるか、ゴール前に武田真弥、2人が待っている。1対1、長井がボールをドリブルで持っていって、ペナルティエリアに入ってシュート、武田が持って、武田が11番のパスだ、タッチシュート、クルトタッチング、キーパーの伊藤ナイスセービング、しかしもう一度ボールへ行ってる、シュート、津波のシュートはゴールポスト右、シュートを右サイドから放ったんですが、ゴールキーパーの伊藤がよくセービング、ナイスセービング、手を置いています。エル走り始めた、ボールを蹴った、キーパー下川止めた、下川止めました。左ポスト付近の PK を止めました、下川。エル PK 失敗、ジーコのフリーキック、ジーコがボールを蹴った、直接シュートを狙ったキーパーパンチ、菊池がパンチしました。右のポストを狙っての絶妙のシュート、ゴールマウスの方に向かっていました。蹴るのは風間か、風間、おっとゴールキーパーセーブ、風間八尋のペナルティーキック、ゴールキーパー古川よく守りました。目まぐるしい速いパス回しを送るこの時間帯のアントラス、さあナイトが右サイドからボールをゴール前に投げた、14番ヘディング、14番の長谷川のヘディングシュート、最後は松永が左手一本で止めました。やはりこの辺り日本代表のゴールキーパー、逆にボールをキープから上げます、吉田フリーター、ジーコワンツーから失敗、しかしこれでも中の方に入れて長谷川飛び込んでシュート、キーパーブロック、もう一度川崎押し込めるか、キーパーブロック、いやすごい、指示もある、ファインプレイ、うまい、ここで8分、さあアントラスチャンス、ゴール反対サイド、ゴール正面、あったシュート、あーとディフェンス当たって、もう一回シュート、おーっとディフェンス、ディフェンスファインプレイ、ディフェンスファインプレイ、2度ゴールキーパー飛び出して、無人のサンドロが2回体でボールを止めました。ほら聞く、アルシンドがつないで左サイド、さあペナルティエリア、右折り返した、ボネール、あここでシュート、シュート、こぼれた、こぼれた、こぼれた、ディフェンダー止めて、またまたサイドイング、ここでもう一度、もう一度ボネールがクリア、守った守った守った、守りに守り抜いたフリューガルス、渡辺ですね、渡辺ですか、素晴らしい防御、クロスにボールを上げた、武田がヘッドで落としたが誰もいない、さあラモスがいった、ラモスシュート、キーパー、あーポストに当たった、ポストに当たった、カズが中盤で持って、さあ右サイドに上がってきた、ゴール正面、ラモスが前に出した、で菊原からもう一回ラモス、ラモスシュート、バタバーに当たった、ポストに当たった、リトマルスキーが待っている、そしてコビルに合わせる、パベルがレイサンドから折り返す、新村に合わせてヘディングシュート、クロスバーに当たった、次にもう一度フォロー、森がキャッチ、中西のヘディングシュート、森キャッチ、中西がセンターリング低い弾道ヘディングでクリア、自殺点、自殺点、自殺点、オウンゴール、なんとなんと井原のヘディングのクリアは自分のゴールに入ってしまいました、オウンゴール。Jesus touch my heart, healing make me whole again. Jesus touch my heart, help me see my goal again. My impurity bring me to my knees. Jesus, I will see. Jesus, touch my heart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 .